ご存知、橋本でございます。はい、今回はですね、この前、生まれました、動画でもね、こう、見ていただいたかな、子牛が生まれたんですよ。で、まあね、ちょっとね、奇形の子牛だったんですけども、まあ、奇形に限らず、子牛が生まれると、繁殖農家っていうのは、まず最初に、この、分娩報告書、まあ、通称ね、言われるものを提出しなくてはなりません。いつ生まれて、名前、それから血統が何なのか、親が何なのかっていうことを書く書類になっております。これを提出しますと、プラスアルファ、ET 三子、受精卵三子っていうものに関しましては、このようにですね、遺伝子検査証っていうものがございます。これね、遺伝子検査証っていうものがございます。これを記入して、なおかつそれと一緒に、このね、サンプル、これだと鼻腔内のね、粘膜を取って DNA を検査して、この牛が、この親牛から生まれたので、間違いないですよっていう登録をしなくてはなりません。ということでね、生まれた結果ちゃんのね、遺伝子登録の方、それから子牛、登録の方をしていきたいと思います。はい、それでですね、ET の場合、期待するのは、その受精卵の親になります。で、今回ね、生まれた月花ちゃんなんですけども、親が、辰巳ということで、親のこの遺伝子登録報告書、これはあらかじめ採卵するときにね、牛のその親牛の情報も欲しくなりますので、狂乱牛登録っていうね形になってるんですけども、それの方もね、取っておかないとダメだっていうことで、こちらの方を見ながら記載していきます。で、ここのね、記載内容は10桁、それから、その登録番号、それプラスアルファ、その遺伝子のこの親牛の鼻腔内の番号、それから、毛根番号っていうね、ものがございます。で、今はですね、毛根番号っていうのは省略されて、だいたい新しい狂乱牛っていうのは鼻腔内の DNA だけの記載がだけで、その登録が可能になっております。それからですねまたまたそれからなんですけども、この ET 三子、受精卵三子っていうのは、生まれた段階で、もうね、10桁をね、こういう風に取っとかないとダメです。っていうのも、この遺伝子検査書に10桁を記載して、この番号の牛がこの牛であるよということをね、ちゃんと証明しないとダメなんで、ね、10桁の方も取っとかないとダメです。トレーサビリティの個体識別番号の方ですね。はい。ね、大変だね、受精卵って。はい、記入の方終了いたしました。それではね、鼻腔内の粘膜を取る検査キットで、月花ちゃんの、ね、鼻の粘膜を取っていきたいと思います。どうぞ。これで大丈夫かな？鼻の粘膜。
こまでさすがにではなんでだよ。ダメだったら。はい、ご覧いただきましたように、あの鼻が途中までないんで、どこまで刺していいかで本当わからない。いや本当ね、自分も初めてのねこの経験なんで、ね普通だったらあのまあ要するに人間のインフルエンザの検査、あの鼻に突っ込んでグリグリってこうやるのと全く同じなんで、取ればいいんですけどね。まあ取れエラーが出ないことを祈りたいと思います。ということでね、月下ちゃんね、登録もあと、だいたいこれ結果が出るのが1週間から2週間ぐらいかかるんですけどもね、登録の方、農協の方に提出して、登録したいと思いますんでね、これでね晴れてね元気に育ってくれれば何よりでございます。はい、ということで今回はハンデを背負いながら生まれてきた子牛月下ね、DNA 検査その様子の方を、ご覧いただきました。ハンデを抱えた牛月下の成長記録は、フォーカラーズで定期的にお送りしていた、いきますんで、ぜひともねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上橋本がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。